って言った方がいい。这就是全员的意思了哈，这个叫做下哈。仏教の根本思想であるとされる無我説は、インド一般の我の思想とどのような関係にあり、それらに対してどのような立場を取ったのであるか。無我説そのものはどのような立場に基づいて成立しているのであるか。そうしてその立場はその後変化することがなかったかどうか。また仏教の無我説はインドの一般哲学諸学派からどのような批評論難を受けているか。さらにそれに対して仏教はどのような反発を述べているか。こういう問題のあることを考慮しながら無我の思想をインド思想一般との関係連関において解明したと思う。仏教は無我説の立場に立つものである。このことを仏教徒自身も要望している。諸法無我という言葉は知れ、諸法無我ということは仏教を他の諸哲学説から区別する標識である。三法印の一つとされている。またインドの他の哲学諸学派もこのことを承認している。例えばジャンカラは仏教を無我説と呼んでいる。シレセゴはブヤンタンホーチアンシリンブンナチンブシャメブン。ところで無我とはどういう意味であるか。我々はまずその言語を調べてみよう。バーリ語聖典においては無我の言語はチバブヤンタンホーチアンブンガブヤンタン。四角ではあなたである。この語は名詞である場合もあるし、また述語として用いられる形容詞である場合もある。いずれの場合でも我ならざることという意味と我を有せざることという意味と二義存ずる。簡約仏典においても非我と訳されることもあり、無我と訳されることもある。簡約仏典に出てくる無我の直接の字義は、あるものが我、アトマを有しないこと。あるものに理者我がないこと、がないことである。チベット人も同じ解釈に従って、チバブヤと訳している。ボンゴのチェマブヤンタなどの語も無我と訳され得るであろう。訳され得るのであろう。明確な抽象名詞としては、などの語がある。また文章の形で、アートマンは存在せずと明言していることもある。さらにその他に我が物のないことを意味するという語が無我と訳されることもある。したがって我々は漠然と無我と呼んでいる語の原義が多様であることがその言語の検討から知られる。では無我説の根本主義はどこにあるのであろうか。無我と訳される語の原義が右のように種々多様である以上、それらの諸観念の間の連絡を明らかにし、それらの諸観念の成立するに至った
歴史的あるいは論理的連関を考究してみようと思う。なお、我の言語は普通バーリであるが、特に身体の内部に存ずる霊魂のごときものとしては、まれに自馬手写名派、自馬手写名派が仏典の中で用いられている。なお、という語は仏典では古くから用いられている。アビダルマの哲学では、答えを連続的なものと対してと称するが、原始仏教聖典にはまだほとんど現れてこない。ああ、違う。